はい、ティキトです。今回もピグパーティーのガチャをやっていこうと思います。で、今回はですね、このデイリーランキングの2位にあるマッドサイエンティストみたいなガチャを引いていきます。このガチャね、めちゃめちゃ可愛いよ。そう、先週かな、結構前に出たんですけど、その実験系、実験のおじさん、こういうさ、マッドオールバックヘアみたいなめっちゃハゲてるおじさんの髪型とか手に入るんですよ。じゃあ上から見ていきましょうか。まずダブリチェンジ、これマッドホルマリン漬けムード。まあこれはね、まあ確かにめちゃくちゃ可愛いんだけど、正直こう他の人と並ぶと迷惑になるのであまりいらないですね。そして目、マッド闇アイ顔パーツ、はいはいはい、ヤンデル系の目ですね。そしてマッドうつろアイ、あ、これ可愛いじゃん。え、こっち絶対こっちの方が可愛くない？このマッド闇アイよりマッドうつろアイ、これも星さんなんだね。この半目になってて、しかもこのグレーの目ん玉なのが可愛らしいですね。そして口なんか急に嫌なやつになったな、顔が。これは名前なんだ、マッド不気味に笑う口ですね。かなり笑顔。そしてマッド逆光スキン付きペイント、これもね欲しいんだよな。これなんかフランケン系だよね。で、マッドサイエンスムード、はいはい、これムードですね。そしてマッドツーントーンカラーツインテ、これ完全にスーサイドスクワットなんだよな。まあそのコスプレができるということで可愛らしいですね。そしてマッドショートヘア、はいはい、あ、でもこうするとなんかさ、こうすっげえ嫌な同級生みたいな顔してるな。でもこれさ、マジで、ま、なんだっけ、スーサイドスクワットのあのめっちゃ派手な女の子だよね。そして俺が一番欲しいアイテム、これです。マッド人工ブレインヘルメット、もうこれ本当に可愛い。これなんなら星さんでも差し支えないぐらいの完成度なんだよね。この紫じゃねえ、ピンクと何これ、グリーンの銅線にこの脳みそ丸出し、マジで可愛い。これ本当に欲しい。そして、マッドオールバックヘアで、マッド機械の片腕片足、これもねかっこいいんだよね。こういうアイテムもねなかなかないですからね。そして、マッドセットアップ、女、はいはい、で女もこのお腹の部分が輝いててかっこいい。そしてマッドセットアップ男、これはねネクタイがなんかついててね、ネクタイついてるぐらいじゃない、違い。そんで、ゴーグル、これさ、もうこうしたら俺はもう超かわいいじゃん。俺もうこれがいい、もう俺固定やばこれになりたい。というわけで引いていきます。これね、びっくりした、ボーナス引けるよね、よかった。なんかさ、このガチャボーナスで引けると思い込んでたから、今プレミアムの画像出てきて本当に汗ブワって出たね。じゃあ1回目いきましょう。頼む、せめて頭ゴーグル欲しい、本当に。これはマジで切実な願い。おいおいおい、何が出る、何があったっけ、おい、嫌な同級生のマウス出たわ。いや全然嬉しいぞ。でも差し、なんていうの、この幸先いいね。最初にこの星2が出たし、まあ、ムードじゃないだけいいわ。あとはスキン付きペイントとか、あと目、そして本当にこのブレインヘルメット、マジで出てくれ、頼む、本当にお願いします。本当に欲しい、これはマジで欲しい。いつもはビジネス欲しいだけど、今回のはマジで欲しい。ま、来い、しかも女か、マットセットアップ女。まあまあまあ、でも服なだけいいか。他になってこういうアイテムもあるからね。フラスコはいらん、正直。さあ来い、280リコ、高っ。おい、ぼってくれじゃねえかよ。おい、来い来い、マジで来い、高いから、このガチャマジで。マットフラスコ手持ち、おい、俺何リコあるよ、3700リコか。あー、減っちゃった。いやー、これいけるかな、マジで欲しい、本当に頭欲しい、脳みそ丸出しになってみたい、プリンプリンになってみたい、頭頼むよ。何が出る、もうまたかよ、男出ろよせめて。まあまあまあ、まだ3000リコは切ってない、まだこう焦る時間じゃないから大丈夫、頼むよ。はいはい、大丈夫。そして頭出ろよ、頭、よし、世界マッド人工ブレインヘルメット ×1。 いや、マジでこれが一番欲しかった。よしよしよし、これでもうとりあえず一番欲しいのは出たんで、あとはねこのゴーグル、まあ、最悪ねこの女のセットアップでもいいんで。よし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 、いけるぞ。
あと2回は引こう。あと2回引きます。さあ頼む。ほいほい、頼む頼む、お願いします。もうブレインヘルメットいらないからね。もういらないからね。分かってるよね、分かってるよね。ゴーグル出ろよ。おお、お前マジでそういうお約束とかねえから。ブレインヘルメット ×1 また出ましたね。 ×2 になっちゃいました。もう1回いきます。頼むマジでゴーグル怖い。もう本当にヘルメットいらないかな。3回目とかいらないからね。もう本当にそういうなんかお笑いどころとかいらないからね。まずね、本当にこれセット、あ、これじゃねえや、これブレインヘルメット、これマジで可愛い。これさ、ゴーグルあればなんかこう怪しい感じにできたんだけど、まあゴーグルないんでしょうがないので、こう髪型でね、カバーしていきましょうかね。これとかいいんじゃない。これでちょっとハゲっぽくなる。あ、可愛いじゃん、めっちゃ可愛いんだけど。なんか他の髪型とかの方がいいのかな。あー、でもなんか違うね。やっぱ髪の毛ない方がね可愛いんですよね、これ。これは、あー、まあなんかね、マッドサイエンティストではないわ。まだ理性保ってるサイエンティストだわ、これは。なんで髪の毛一回これ失っちゃおうか。一回ちょっとなります、これに。そしてここに、このこれをつける。かわいい、いやマジでかわいい。これ炭酸がさ入ってるんですよ、この脳みそに。絶対体に悪い。でこれに、そうだな、このほっぺとかさ加えてあげることで、もうめちゃくちゃ可愛くなるんじゃない。ほら、もう本当に神としか言いようがない可愛さ。はい、というわけでね、今回はこのピグパーティーのなんかもう頭おかしい科学者のガチャを回していきました。無事ね、この一番欲しかったこのブレインなんちゃらがね出てくれたので良かったです。でもね、本当はねこのゴーグルも欲しかったけど、まあガチャ結果としてはなかなかいい方だったのではないでしょうか。というわけで、よければチャンネル登録、そしてコメント高評価よろしくお願いします。終わり。